ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。マジね、欲張って。ね、それで死んじゃうこと。ねえ、ここ痛すぎ、ミミズマジで。ここ何？ホットスポット？ミミズ界の。端に来て、ペコロ端行くわ。都会から田舎へ。やばい。よし。都会から田舎へ行きます。帰ります、私は。ペコーラは実家へ帰らせていただきます。田舎の追い出された人参農家へ。あんたたち知ってる？ペコちゃんの初期設定。人参農家に生まれ、人参食べすぎて、実家に追い出されたという。やばいやばい。あ、やばい。そういう設定あるから、ペコちゃんには。あ、やばい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 ちゃん。ねえ、マジ、もうやーな、もうこいつ。よし。ペコラのね、実家は人参農家なの。こんな感じ。イメージで言うとこんな感じ。あ、これね、これね、おばあちゃん。これね、人参植えてるんじゃないんだよ。これ人参撮ってる絵ね。絵じゃない、写真ね。この人参をね、いつもペコラは髪の毛につけてるんだけど、ペコラね、ちょっとね、やらかしちゃった過去があって、それの証拠写真がこちら。あ、これ左のウサギはペコラね。ちょっとあまりにも人参食べすぎて、そう、実家のね、農家のね、人参食べすぎだおらーっておばあちゃんが怒っちゃって、ペコラね、家を追い出されてね。そう、だから、そう。前まで食べ放題だったんだけど、今はね、食べれないの。でも仕送りで送ってくれてる分は食べれるから、まあそんな状態であってね。で、このうさだのうさだ人参、うさだ印人参はめちゃめちゃ軽いの。髪の毛に刺しても全然落ちないのけど、2本が最大。そんな感じ。